麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。はい、こんにちは、夏林です。今回紹介するアプリはスナップオケっていうアプリです。こちらの方に入ってますけれども、一言で言うとですね、カラオケアプリです。自分で好きな曲を選ん でそれを歌う、でそれを録音することができて、例えばツイッターとかね、フェイスブックなんかにアップロードできてしまうアプリなんですけれども、このアプリの最大の特徴としては、その伴奏をですね、自分で演奏するっていうのがすごく他のアプリにはない、面白いところだなと思います。試しにねちょっとやってみましょう。スナップOK、起動すると、こんな感じの画面になっています。こんな感じ、自分でね好きな曲をねこう選ぶっていうことなんですけれども、ここに出てくるのは多分ね、20曲ぐらいあるんですけれども、ここのね検索っていうところをね選ぶと、例えばあいみょんさんで、検索すると、こんな感じで出てくる。例えば、米津玄師さんなんかで選ぶと、こんな感じでこうね、いろんな曲選ぶことができます。自分の好きな曲選んでください。今回例えばですけれども、マリーゴールドをね、選んで、やってみたいと思います。ここのね、マイクみたいなやつをこう押すと、こんな画面になります。で今ねこの麦わらのね のところにこのハートのマークが見えます。でこのハートのマークを押すと、そのコードが鳴る。こんな風にね、今丸、次は三、あ、じゃない、四角、ハート、星、四角、丸っていう感じで選べるんですよね。でこれですね、これ今ジャーンって鳴らしたやつですけど、これアルペジオも選べます。こんな感じでね、はい。でこれですね、しかも音色をね、またいろんな感じで選ぶことができます。シンセサイザー、こんな感じですね。なんかボイスパーカッションみたいな感じですね、はい。例えば、ウクレレを選ぶと、こんな感じですね。おお、はい。僕ねウクレレは弾けないんですけども、なんかそんなウクレレっぽいやっぱ音がしますね。次中華風っていうのは、だいぶだいぶ中華ですね。だいぶ今まで聞いたことのないような雰囲気で、できますね。じゃあギターを選ぶと、これアルペジオですね。はい、これ書き鳴らすは多分ストロークですね。これタップした分、鳴らすことができる。16ビートは無理だと思うけどね。これでストロークはやめといた方がいいでしょうね。こんな感じで楽器の経験がない人でも、簡単にこの伴奏をね演奏するっていう感覚が味わえると思います。その上で、それを歌を録音するっていうことですね。ここの赤いボタンを押すと録音ができるので、ちょっと試しにやってみましょう。雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて、抱きしめて離さない。はい、で録音終了ボタンを押すとこんな感じで、でここのセーブを押すと録音完了。
ていう感じです。まあこのままねツイッター押すと、ツイートできるっていう感じになります。でこのアプリ上の方のねカメラのねアイコンをタップするとこの画面全体が収録できますので、この演奏してる感じっていうのが同時に録音録画できるので、YouTube なんかにねアップするときはそちらの機能を使った方がいいと思います。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる、あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋、もう離れないでと泣きそうな目で見つめる君を、雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて抱きしめて離さない。で最後に1回ですねこの中島みゆきさんの糸っていうね、カラオケ定番曲を、僕なりにちょっと演奏してみたいんですけれども、これってスマホのねマイクで音を拾ってるので、周りの音っていうのも収録できるわけですよ。例えばですけれどもシェイカーの音を足してみることもできるだろうし、なんならですねこちらにあるようなウィンドチャイムを足してみても面白いかもしれません。ちょっと本気で収録してみたいので、試しにやってみましょう。ワン、ツー。たての糸はあなた、この糸は私、織りなすぬのはいつか誰かを温めうるかもしれない。いいくない？このウィンドチャイムが役に立ったね。はい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 、良かったと思います、良かったと思います。はい、そんな感じでスナップ OK 使ってみました。皆さんもねぜひダウンロードしてみてください。今回はこんな感じで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。ではさようなら。